はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、キレートレモン。札幌のね、キレートレモンサワーのストロングです。アルコール度数 9%、クエン酸が 2000mg、ビタミン C が 200mg。果汁が 10%。これ前、普通のやつ飲んだけど、うまかったな。原材料がレモンとレモンカーヒーエキスとウォッカと糖類と酸味料と香料とビタミン C。これの 9% は気体です。甘味料も含まれてないんで。アルコール度数 9% で甘味料含まれてない製品ってなかなかない。なかなかないんだよな。これは気体ですね。乾杯。なんかちょっと、えぐみが若干ある。なんかウォッカの、ほんのりこの、えぐみみたいなのが出ちゃってますね。で、なんか前の普通のやつに比べると、まあアルコール度数が、3% ぐらい増えたから、酒のえぐみみたいなのが出ちゃってる。やっぱ飲みづらさが出ちゃってるね。これちょっと残念やな。なんか透き通った、癖もなかったあれが、まあ普通のやつね。特になかったんだけど、うわぁ、ちょっと残念やな。ちょっとえぐい。うん。高アルコール度数の、チューハイにありがちな、ちょっとえぐみ。が出てますね。通常のやつはアルコール度数 5% ですから 4% 増えた。うん。で、酸味みたいなのもちょっとやっぱえぐみのせいでなんか酸味が。それほど感じない。通常のキレートレモンサワーの方がうまいな。はるかにうまいな。これ5つ星つけたからな。ワンチャンうまくなってっかなと思ったけど。まあ、甘味料も含まれてねえし。ワンチャン美味しくなってっかなーと思ったけど。やっぱ通常のキレートレモンサワーの方がうまいな。あ、飲み比べてる人いますね。
あ、やっぱり。俺と同じ感想。ストロングの方が、ややレモン味が薄い。また、アルコール度数が高いせいか、少々苦いです。これな、ちょっとこのえぐみみたいな、苦味みたいなのがすんね。まあそもそも、こっちの方が、なんだ、ビタミン C がちょっと少ないんでね。100mg 少ない。のかな。多分。うん、せやね。で、果汁も 3% 少ない。こっちの方が。まあ、そのせいか、あまり、えぐみのせいで、えぐみというか、苦みというか、まあ、えぐみだな。苦味っていうか、これ、えぐみみたいなもんやな。アルコール度数の高い飲料にありがちのこのえぐみ。なんか、苦えぐいみたいな。それですね。まあ、これはあんまり、そこまでおすすめはできるもんではないですね。まあ別にまずくはないんですけど、まあそこまでうまくもないかなという感じでしょうか。まあ甘いは甘い。香り、まあ、三つ星でしょうな、これ。3433です。ご視聴ありがとうございました。